ちは、プクです。今私は台湾にいます。いつもは私の動画ではアメリカに住んでいて、アメリカの、まあ、ショッピングを主に紹介しているチャンネルなんですけど、今回今ね、日本に一時帰国していて、でさらにね、その日本から台湾に遊びに来ているんで、台湾のね、Vlog 的な感じで今動画撮っております。で、今日は台湾3日目で、今3日目の朝を迎えております。今回ね、私の子供2人連れてきてるんですけど、子供2人は初めての海外旅行ということで、一応ホテルに朝食がついているんで、彼女たちはホテルの朝食を食べるということで、私1人で朝から朝散歩しながらご飯を食べに行こうかなと思っております。台北メインステーションかな、台北駅で今大通り渡ってんですけど、はい、こんな感じで朝なんで、ほとんどのお店クローズしてますね。で、ホテルの前にも朝食食べれるところあったんですけど、ちょっと気になるお店が1軒あったんで、比較的ホテルから近かったんで、ちょっと今歩いてます。今ね、朝の6時半ぐらいですね。台湾こんな感じで、ブラックタピオカのお店がめちゃくちゃたくさんあって、もう本当にちょっと歩いただけでいっぱい出てきます。私はね、何でも気になっちゃうから、いろいろ食べたりしてるんですけども、だからずっとお腹はいっぱいなんですよね。今6月の中旬なんですけど、もう朝から気持ち暑いですね。お昼はかなりムシムシしてるけど、まあ、まだギリ耐えられるぐらいの気温になっています。ただね、湿気が多いんで、あ、私通り過ぎてる、あった、あそこだ、行きます。あそこに本来のね、湿気が多いんで、本来の気温よりもかなり暑く感じます。ということでやってきました。あ、席空いてる、そんなに混んでないみたい、行ってみよう。店内食べる、こちらに並びましょう。モニー、やっとかわ、いや、this one and やこポピーや and cold ピタ no sweet no sweet、あ、これ現在没有耶、あ、OK、 いや、いつ OK、 this one cold cold this one and cold、 やわかるの、はい、全然英語も日本語も通じなさそうだけど、写真付きのメニューを出してくれて頼みました。全部揃いました。結構大きい小籠包かも、いただいていきたいと思います。さっきまで豆乳だったけど、さっきまで豆乳だったんですけど、なんか液体をね、いろいろ入れてて、こうちょっと固まった感じ。うまっ。ああ、いいわ、朝に。昨日よりいいか。何もつけなくてもめちゃくちゃ美味しい。全部破れてる。ここに薄い豆乳。ここに。あ、もう半分飲んじゃう。駅近くて待たなくてもいいし、さらに優しい。非常に美味しいです。小籠包も食べれるし、そう、短い旅行で来るんだったら、ここに来ればなんとか台湾セットが食べれる感じ。クーラーがね、いっぱいついててそこそこ涼しい。意外とペロリでした。ごちそうさまです。めっちゃ美味しかった。
さあもう一歩きたいと思います。看板がめっちゃ台湾っていうか外国って感じ。朝食食べたところから歩いて10分行ったところに台湾で一番店舗が多いのかな、スーパー来ました。ドラゴンフルーツを1個買って帰ろうかなと思います。うちの子供たちこれから朝食なんで朝食に一緒に、多分ねこのしなしな感はきっと甘いはずと思っても買って帰りたいと思います。かわいい緑だ。ホテル帰る途中に、なんか野菜があちこち売ってるんですけど、どうしようかな、あのでっかいライチめっちゃ気になるんだよな、買おうかな。 Thank you! シェイシェイ。よし、買って帰ろう。はい、今まで見たことない大きさのライチゲットいたしました。食べきれるかなと思ったけど子供に聞いたら食べたいって言ったんで買って帰りたいと思います。どんだけ大きいんだろう、気になる。こんな感じでキッチンとか、まあ昨日もお見せしたこの共同スペースがあって、ここでしかご飯食べちゃいけないんですよ。で朝食ついてるみたいなんですけど8時からで、あと2分。スティアフライドライスヌードウェンズデーだよね。パンだって、日替わりご飯美味しそう。しかもちょっと綺麗に盛り付けしてある。私はもう朝ごはん食べたんで子供が食べます。路地裏で売ってたおじさんのライチ今軽く洗ったんですけど、見てこの大きさ、私初めて見たこんな大きいの。すごい大きいよね。美味しい、ジューシー。どうも珍しいものは思わず食べてみたくなってしまうんで買ってみました。よかった。ハートだ。こんなに大きい。いただきます。甘いじゃんこれ。で、私的にめちゃくちゃ甘くて美味しいんだけど、すごいジュース。種もめちゃくちゃ大きい。このね、今アメリカではこの中が赤いドラゴンフルーツはめちゃくちゃ高いんですよ。ライチ食べた後だから全然甘くない。とりあえずでもジューシー。目的地までまだ時間があるんで、この観覧車があるモールにやってきました。無印も入ってる。台湾来てなぜか寿司食べに来てます。また理由は後ほど、とりあえず寿司食べます。ひとまずお寿司食べてます。納豆がある。普通に美味しそう。イカもめちゃくちゃ美味しそう。あ、来た私の。普通に美味しそう。台湾の寿司ロー普通に美味しい。3位。あら、これも辛いの激辛だって言います。これも辛い。日本では終わったこれが欲しくてスシローを食べました。スシローと同じ建物の観覧車がある建物の地下にいます。台湾土産、これ店長のおすすめ。1個65ドル。
なんかおしゃれなスーパー、今日朝行ったところとまた違う、なんだかわかんないけどかわいい、なんかおしゃれな包み紙に入ったラーメンも売ってる。なんかみんな台湾に来たらこれを買うみたいです。ホタテ味の本だし、小さいのもある、小さいの買って帰ろうかな。このぐらいが私にはちょうどいいかも、ちょっと試してみたいな、ね、こちらで39元。今葉っぱのね入ったジュースをね、ジュースっていうかお茶を飲みたかったんでこれ買ってみたいと思います。本当はね私こっちの味が欲しかったんだけど、こっちしかなかった。あ、しかも安くなってて65元。紹介教えて。あ、中毒さげた。ドフヒッポ。かわいい水。台湾のクリスピークリーン。ちょっとやっぱ違う。6個入りで220円。20元。なんか子供が楽しめそうな場所に着きました。結構台湾のあちこちにゲームがあるんですけど、ここもゲーム。子供に言われるがまま。ふらふら歩いております。これ日本から来てるよね。こんな売ってたかな。また無印なんですけど、これねお茶っ葉を入れて持ち運べるようなマグ、これが350元。ちなみに小さいのと大きいのもある。こんなカバンもある。保冷バッグ、これはね1900円。あ、これ日本語だ。こっち350元って書いてある。じゃあこれは日本でも売ってんのかな。昨日も見たけど台湾限定お茶もありました。1個ね289元。あ、じゃあ昨日も無印来たんですけど、結構ねいろいろまだ限定品があったのでちょっと見ていこうかなと思います。ということで、お鍋の字、これもオンリー台湾って書いてある。これはでも牛の油が入ってたりとかするからちょっと厳しいのかな。オックスボーンストック、こんなのもある。大根だって。でこれも台湾限定みたいです。これ69元。大きさ的にもお土産にちょうど良さそう。でね、まだあったんだよな。ほら、これいっぱいある。広いからかな。これはちょっと重たい液体だから。これもね、35元で結構安い。台湾オンリー。味も3種類かな。4種類だ。豆乳？味のついた豆乳かな。無糖とか微糖とか。これはビール？アルコールが入ってそう、多分ね。ビアライチ、ババとかのビールも売ってます。これがね1本149元。この辺もそうなのかな。台湾オンリーとは書いてない。どうなんでしょうか、日本に住んでる皆さん、この辺も台湾限定なんでしょうか。これがね89元。春安くなるのかな、ね、あれ、このグラノーラみたいのも、グラノーラみたいのじゃない、グラノーラも台湾限定みたいです。結構重たい、ずっしりくる。荷物の余裕がある方にはおすすめなのかな。199元。このタロチップスも台湾限定なんだ。これ49元。結構いろいろあるんだね、知らなかった。台湾限定のポップコーン、いろんな味があるんだ。49元。こんな感じで限定商品あります。もしかしたらまだまだあるかもしれない。めっちゃ山の中歩いてます。
今からエビ釣りに行きます。なんか怪しい通路を渡ってみたいと思います。ほら、行けるよ、行ける。怖っ、怖っ、汚い、お化け屋敷みたい。すごい、いろんな虫がいる。あれ、こっちでいいのかな。ここに行きたいんだけどね。さて、この日のメインで遊びに来たのはエビ釣りです。町の中にもエビ釣り場はありますが、このエリアのエビ釣り場の方が評価が良く、せっかくならとここまでやってきました。本当はバスで来ようと思いましたが、空の雲行きがかなり怪しかったのでタクシーに乗りました。ショッピングモールから約290元で来ることができました。日本よりもタクシーの値段は安くて良かったのですが、お店の名前を見せたのにかなり手前で止まったため、少し迷子になりながらたどり着きました。こちらのエビ釣り場の値段は私たち3人でしたが、釣り竿1本につき1時間400元で、2本借りたので1時間800元になります。それ以降の時間の値段表はこちらに書いておきます。ちなみにエビ釣り場はエビ釣り以外にもご飯が食べれるようになっていました。では釣れるかどうかやってみたいと思います。深さを測ってるんだね。エビでエビを釣るんだ。なんか釣れた、なんか釣れたよ。ちょっと待ってね、エビタイム。うわー、泳いでる、ここに泳いでる、エビがエビが泳いでる。なんでなんでおじさん釣れんの。うん、手を押さえれば大丈夫、噛まれない、うん、手ない、そのまま押さえれば、はい、そのままいいよ、大丈夫よ、それで大丈夫。おお元気、おお元気落ちちゃうよ。引いて、はい、こっち側に入れな。うわー、目見びしゃ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 。しっかりあの手を網の中に入れてから、そう、はけ離す。ちなみにここもう来てすぐね、わーってあの釣りが始まっちゃって、ようやく1時間経ったぐらいに我々落ち着き始めたんですけど、こんな感じの水槽が2つあって、2時からなんですけど、もうね、私着いたのが2時20分で、もうお客さん結構いた、人気のお店なのかなと思います。で、ずっとね、おじさんが教えてくれてて、自分の力で我々はね、まだ1回も釣れてないけど、結構たくさん網にはエビ入ってんじゃないかなと思います。見えるかな、エビいっぱい入った。エビはバーベキューと言われたので、バーベキューしに行きます。あ、パチパチ言ってる、めっちゃパチパチ言ってる、うん、お気づきから刺す。 OK、 はい、か先に、あ、かわいそう、手をカットして、でお尻からぶっ刺すと。この子手ないから、しっかりお尻から、自分の手刺さないようにね。ごめんねって、ごめんね、痛いね、ごめんね。うわ、立派なエビだね顔が濡れた。マミももうあの魚臭いかも。でもそんな臭くないね、ここの釣り座釣り堀ね。おー、ワイルドだね、まだ生きてるね。焼きます。動いてる、ごめんね、1時間でこんな感じです。はあ、いっぱい取れたね。いただきます。ここのエビ釣り場かなりおすすめです。おじさんめちゃくちゃ優しかった、ありがとう。機会があったらまた来たいと思います。レインタイフォンに来ました。
5分待ちかな。これね、三越の地下2階にあるお店に来てるんですけど、なんと5分待ちでした。三越店は早いのかな。ここで待って、もう5分だって言ってたよ。5時10分で5分待ちでした。かわいいね、これ。ピンズ、これ買って帰ろうか、お土産に。ねえ、かわいい。ここの店舗、本当にあっという間に座りました。2時間ぐらい待つかなと思ってたけど、全く待たずして今席に座っています。娘の希望でキクラゲの酢の物です。チャーハン、結構ね、小さめのいいサイズ。わー、きた、小籠包。お上品な形だね。熱うちに食べますか。うまっ。薄い皮、やっぱり美味しいね。三女の注文は肉まんです。美味しそうだね。いや、小籠包美味しすぎてペロリ、もっと食べれそう。めっちゃ可愛いじゃん。これいくら？可愛いね。この上のストローちょんってついてるのはいくら？$9.50 This one's more cheap than that one. This one $9.90 This one's also cheap than that one. これ、ストラップついてんじゃん。わー、これは1,500 ドル。かわいいね。バックパックもある。ちょっと落ちてる、これ。見て、こんなのもあるよ。これは600。かわいいじゃん。わかんないね。値段がわかんない。これは Taipei and Taiwan. This, I like this one the most.こんなのもあります。580。 I like this. Actually, これも580。こんなのもあるよ。なんかすごいいっぱいあんね。これ300。ババがある。かわいいね、入れ物も。あー、これ台湾のカバンじゃん。550。ピンクの650。なんだ、あ、見て、こんなのもあるよ。580。なんかすごい台湾のスタバいっぱい種類があるね。お菓子もあんだね。あ、かわいい。なにこれ。 I don't know.580。これ見て、かわいい。450。これね、1200。すごいいっぱいあるね。420。今7時半ぐらいかな。ティンタイフォンのお店でもっと待つかなと思ってたら、ほとんど待たなかったので、結構早くホテルに帰ってきてしまったんですけど、私だけまだ明日帰るんで、もったいないなと思って一人で出歩いています。このまま歩いてデザートでも食べに行こうかなと思っております。昨日も言ったんですけど、夜市の先の方にね、ちょっと気になるお店があるんで、そちらに行ってみようかなと思います。この先が夜市になってます。すごいね、バイクの数。こっちもいる。
構なところを車で走り抜けてるんですよね。今日は平日の間の日だけどやっぱり混んでる。ここの二郎飯本当美味しかったな。今日は全く行列になってない。こっちの牡蠣のお店は昨日よりも長い。30スモールでも結構でかいぞ。 Thank you。 はい、こんな感じ。いただきます。すごい優しい甘さ。うん、おいしい。甘いの好きな人には物足りないかもしれない。夜市に入らないで夜市の手前を回ります。なんだろうこれ、パンだ、パンのアンニョン、ニハオ。あ、なんか私声かけられると逃げちゃうんだよな。あ、ちょっとトーファー行きたいなと思ったけどめっちゃ混んでる。待とうかな、せっかく来たんで。最後にね、もう一回トーファーは食べたいなと思ってたんで並んでみようかなと思います。メニューこんな感じ。あ、分かんないけど、あ、全部美味しそうだな。多分このお店はこれじゃないような気がするけど、思わずマンゴーが美味しそうに見えて頼んじゃいました。マンゴートーファーいただきます。中から氷出てきた。意外とマンゴーのソースと豆腐が合うんですね。あ、美味しい。すごいマンゴーたくさん入ってて、これで100元はお得のような気がする。東華のお店の隣にかわいいおば屋さんがあって、ブラックティーとかのお店かな。グッズがめちゃくちゃかわいい。ただ今ね、食べたからすごいお腹いっぱいだから、ちょっととりあえず諦めて歩いて帰りたいと思います。気になって買ってみます。もうね、お腹いっぱいなんだけど、あともう一つ気になるのがこれ。なんでこれ買ったかっていうと、これも買って帰ります。これも気になってたんで買って帰ります。もう見過ぎかな。あ、最終日だしいいでしょう。